こんにちは、速稼塾の久保です。ビジネスで一番難しいのは確かにね、文章で信用していただいて文章で売るっていうことなんだろうなと私思います。で、翻って言えばですね、文章を読んでくれる時点でもう信頼関係できてるんではないかなとさえ思うんですよ。ですんで、もうね、ライティングをしている時点で申し込みは半分取ったようなもんですよね。で、私はいつもそういうふうに思ってるんですよ。で、速稼塾の申し込みっていうのは私の動画を見て、そしてですね、動画の概要欄からメールで申し込むってことになります。まずは参加概要っていうのを取り寄せるわけなんですけども、この参加概要が、ね、また長いんですよ。しかも私のご挨拶動画付きですから、大抵ね、疲れたんじゃないかなと思います。で、その点で最初のね、ご案内ぐらいで疲れるようだったらどっちにしてもビジネスできないんで、そこでドロップアウトしてもらっても全然構わないなっていうフィルターをかけてるんですよね。でも、その動画を見て文章を最後まで読んだ方っていうのはもうね、ビジネスモード全開ですから、速稼塾に興味を持って信頼関係を持ってくれて、それからメールしてくださってるわけですから、購入率は非常に高いわけですよね。そして購入率が高い、購入した時に最初の 1,2 ヶ月っていうのは最速でやってくれますね。だから、ここでどのぐらいまで私がね、高めていけるか、もうモチベーション高くやっていけるか、もっと言うとですね、具体的にこの 1,2 ヶ月で私がどれだけ取り上げて動画を撮らされるかによって、かなりね、そこからの1年って変わってくるんですよ。ですんでね、もっと裏を返して言えば、最初の 1,2 ヶ月でどれだけ呼びかけても動画1本撮ってこない人ってのはもうね、目がないでしょうね。そのぐらい動画って今すごく重要なポジションになってるわけなんですよ。もうね、ネタがなくてもとりあえず無言で出しとけっていう感じですよ。無言でいいから出せみたいなね。そしたら本当にそれやってくるやつがいたんですけども、でもアクセスありますかね、それでもね。無言で、なんか知んないけど、キーボードが映ってるんですよ。で、15秒ぐらいそのまんま。何も音も入ってない。雑音がちょびっと入ってるだけ。なのにアクセス6とかあるわけですよ。何もしないよりか、私はそっちの方がね、絶対いいと思いますよね。とりあえずやったという実績は残りますし、じゃあ次どんなことをするっていう工夫が始まるんですよね。で、しかもその最初の無意味な動画を見てくれてる人もいるっていうことで、何が始まるんだろうっていう期待はありますよね。その吉谷さんの一日中寝てるような動画っていうのがあるんですけども、あれを見た人の心理を私考えてみたんですよ。寝てるだけの動画だけども、急に起き出して何か始めるんじゃないかなっていうね、そんな期待があるんですよ。で、ライブ放送ってありますよね。で、ライブっていうのは離脱率が非常に低いんですよ。というのが、このライブ中になんか面白いこと言うんじゃないかなっていう期待で、あともうちょっと見てみようっていうのが最後まで続いちゃうんですよ。だからね、ライブって本当にいいなと思いますし、動画で顔をさらすのが苦手な人ほどライブからやった方がいいなと思います。私の方がね、告知をしますんで、誰も見に来ないってことはまずないですから。ただ一人でやったらライブやっても誰も来ないってことは大いにありえますよ。で、私みたいなインフルエンサーがこの時間にライブ見ましょうって言ったら必ず何人か見ますよ。最近もズームライブを用いてるわけなんですけども、誰も来ない時ってのは基本的にないですからね。やっぱ 5,6 人はパラパラっと来たりとかね、多い時では 2,30 人来たりしますんで、そのぐらいインパクトがあるチャンネルに私は自分のね、アカウントを育てたことは、本当にこれから速稼塾に入ってくださる方に対するプレゼントでもあるのかなと思います。まずはこういうふうにやってみること、出してみること、信頼関係を築くには動画を出すってことです。 YouTube 万歳、 YouTube 万歳、いってらっしゃい。